皆さんこんにちは、瀬戸はるかです。菅原大地です。というわけでフィリピンシリーズ第2弾でございます。来てます、来てます。芝が問題が難しいね。難しい。今この足元もそうなんですけど、いろんな芝生がミックスサラダ状態、そうミックスサラダ状態で、しかもこの青々としててね、すごくこう水分を含んでて重たい、はい、そしてグリーンはスピン効かなくて乗っても出ていっちゃう、うん、私のカメラどうぞ。すごくねやりがいのあるコースっていう感じです、はい、あの勝負にならなさそうな雰囲気にはもうなってます。乞うご期待。ピンまで130ヤードでした。パー3です。2番ホールは手前になんかクリークみたいな岩場があって、グリーンは多分縦が狭そうです、ね、斜めに横長って感じ。左からの風、ピッチングでいきます。ナイスショーです。おー、でかい。おちょっとフォローっぽい感じで距離が出ました。ミスショットです。でもここってグリーンの芝的にスピン効かない感じ、それはあるかもね。ちゃんとしたショット打たないと多分ほどけてね、あの出ちゃうかもしれない、うん、ちょっと右狙ってたんですか、うん、意外とピン右サイドで右狙った方がアプローチしやすそうだね、うん、僕に外したとき。コスンクさんですけど、A でまた行きます。はい。あ、シャンクが。もう音がシャンクの音でしたよね。音がシャンク。音もシャンクだったけど、まあ。あんまい。まあまあ。そうだね、もう一回やって。うん。いいですか。A で行きます。もう、ピンの右サイドから。頑張って、これいいよ、ドローしてる、ドローして、ドーン、ナイス。おお、ちょっとこれだけどナイスだね。ナイス。あれはパターで、ありがとうございます。いけそうな感じ。頑張れ。 P でいきます。 P で軽めの調整をして、またなんかネックの音ですよね。ダッ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 、なんかシャンクが止まんないそうです。しましょう。ちょっと頑張りたいですね。単純、はい、ちょっとハーフコック狙いのこう、はい、ランニングケリーの、おー、うまいうまいうまい、どう、オーケーオーケー、ナイスよ、良かったです。バーディーパットです。意外とこう来てる。まあ普通に9から 9.5 くらいの、そうですね、 9.5 くらい今の感じだと。なんかさ、道が舗装中なんだけど。道中ちょっとちょっと荒ぶってる。舗装中です。おー、 OK です。舗装道路をちょっと、そうですね、切り返す。ボギー。光これ決めるんやで。ちょっとまっすぐ手抜いた。OK です。ちょっとね、ペコってなったね、出だしがね。はい、これ一歩、ブレる。いいパーパットですね。ほぼほぼまっすぐ。うん。くっつっぽい感じ。なんか合わせてくれてるんで。線を合わせたらもうこっちのもんだよ。ナイスパー。はい、パーです。ナイスパー。1打縮んだ、はい、332ヤードになってます。ミドルホールです。グリーンが見えません。見えないですね。グレックしてます。完璧です、うん、完璧。
で、奥の斜面に、ここで右キックしてくれるみたいな。ありがとうございます。え、これじゃあ、ドライバーですか？ドライバーじゃない。ドライバーチャレンジ。瀬戸ちゃんがね、俺が成功したらドライバー行くっつ。そうなんですよ。まあ、狙いとしてはやっぱりあの、パート道の右。うん。あそこの、うん、もしゃもしゃが意外と120、30で超えるんで、当たってればね、はい、右超えてくって感じ。恐れず行こうかなと。おお。でも安全です。大丈夫大丈夫。左が右にしました今。やっぱりね、なんだかんだ景色がね、やっぱ気持ちよく降らせてくれないって感じ。おー、左のあー、これ、これやばい、おー、やばい、とかえ、え、maybe 50-50。 うん、五分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 、うん、はい、右はダメっていう感じの、絶対右はダメっていう感じで3-4にします。うん、つま先下がりだしね、これやばい。そう、なんか振り切るっていうよりもしっかり当てて終わりみたいな。だから体もあんまりこう上体開かないように、うん、パンチショットっぽい。そう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 、これはもう当てて左のあの赤い屋根からフェード打つイメージがいいかも、うん、あーやっぱりきついねダメ。これはまあちょっと距離考えるとアイアンでも良かった気がするね。間違いないです。そうだね、間違いない。162で、右絶対ダメ。うん、つま先下がりの左足下がり、ちょっと難しい傾斜です。難しいですね、これは。ちょっと右を向いてる感じはするけどね、今のだと。クリークまっしぐらの向き合って今。こんなもんかな。そう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 。もう本当にダメ。まあこの傾斜だとね、ちょっと傾き足りないね、今のは。左への。傾き足りなかったですか、うん、もっと左にこう傾いて立たないと。150くらい、まあ、140です。145です。8番です。これもちょっとまあラフというかね、沈んでる。はい、先っぽで当たる感じで。そうそうそう、見えます。おー、オッケーオッケー。あ、バンカー先で、やめてやめて。転ばないでしょ、そっちまで。あ、当たった。当たりが悪かったからです。今のは全然あの当たる位置としてはいいと思うよ、はい、ありがとうございます。トップだけど、うん、これは96ヤードピッチングです。右にだけ行かないように。うん、これはグリーンよるかな。そう、オン。あー、ちょっとしてないちょっとむずい系だね。日本にはないラフで、これは水分量なんかね、いろんな種類の芝生が混ざってる感じ。あのミックスサラダみたいな。あ、ミックスサラダ系、ミックスサラダ系ラフからの。三つ葉とかもいっぱい入ってるもん。確かにベビーリーフ、三つ葉、水なそうだもんね。なんかはっきり、なんか抜けないときはとことん抜けなくて飛ばないミスになるみたいな。60ヤードサンドウェッジで手前に落ちて転がってくれ。ほら、もうこうやって。なあ、ほんとだ。全然抜けない。なんかさ、この根っこがさ、ほら、こんだけしっかりしてるでしょ。なんか普通の雑草っていうか。だからもう全然抜けなかった、今。確かにラフっていう感じじゃもはやない。そう、根っこで。うまい。ナイスです。おお、ナイスです。ナイスです。さすがです。どう？お、いいぞいいぞ、ナイスナイス。まあ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 、ナイスナイス。トップだけだったので。うん、そうだね。グリーン周りの芝がちょっと薄いから、そうですね、ちゃんとヒットしないと。うん。多分15ヤードもないぐらいなので、うん。ちょっと集中力を使う。さっきこの感じでミスったから。うまい。うん、ナイスです。これ。行くちょっと、うん、あ、でもナイスです。ライが薄いと当てるのに一生懸命なるとちょっと強く入っちゃったりする。そうなんですよね。でもトップは回避よ。上りです。
あら、優しい。ちょっと打ててない感じだね。はい。単純に、あの、小さいね、ストロークが。小さかったですか？うん。気持ちいいな。風はめっちゃ涼しい。ね、なんか北風って感じ、風は。Bライン。あー、重い。重い。次して、もうやめます。日陰パッド。ナイスナイスパーです。こんなさ、傘をさしてもらいながらやったらさ、炎上しちゃうんじゃないの、なんかあのキャリーさんこんな風に使うなみたいな、なんかありましたよね、走らせてる。そうそう、炎上しちゃうよこんなの。後から後でいいですよって言った子。あー、切れた。めっちゃ切れましたね。取りった取りっちゃったか。これもね、絶妙な距離が。やばいです。怖くなってきた。OK! はい。とはいえですよ。とはいえの。とはいえ。変更でお願いいたします。日本で対決も再度お願いします。日本で。はい。マッチプレイだとしても、ツーナップかな。こっちがツーナップかな。あ、そうですね。ツーナップ。フィリピンのゴルフ、これは結構ハマる人いるんじゃないかなっていうくらい。うん、コース難しいですけど、やっぱ楽しい、うん、で回ったメンバーも楽しかったんで、これは友達誘ってフィリピンコンペみんなで来てほしいですよね。ぜひ来てください。そして豪華商品をゲットしてください。前回もかなり豪華な商品いっぱいあったんで、その辺も期待しつつ、これを機にゴルフ仲間がまたね、うん、わって増えるかもしれないので、皆さんどしどし執行をお待ちしております。お待ちしてます。大地さんの方のチャンネルには18ホール分のラウンド動画もこの後配信される予定なので、うん、まあ、どんなコースか全部見たいよっていう方、続き大地さんもぜひ見てください。3日分全部お届けするんですよね。そうですね、うん、このタイの、タイじゃない、タイじゃない、フィリピンの、はい、視察ツアーにね、はい、今日から、まあ、3日間ラウンドしますんで、うん、まあ、一応全部ゴルフ場は、うん、撮影をしてお届けして、まあ、今回はコンペ会場ということで、うん、で多分あのそのツアーの中にコンペの前の練習ラウンドっていうのが入ってくると思うんですよ。そうですね。それが、まあ、どこのゴルフ場かまだ決まってないんですけど、もしかしたら、別の明日明後日我々が行くコースでやるかもしれない、うん、練習ラウンドで、うん、2日間くらいはラウンドしますね。そう、2回はラウンドすると思います。はい、ぜひフィリピンシリーズ楽しみに見ていただけたらと思います。そしてぜひ一緒にクラークに行きましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。